ジダンです。本日もウイニングレブンマスターリーグの方やっていきたいと思います。前回大宮にボッコボコにやられて、もう優勝するには負けられない戦いがね、続くっていうところで、今回アウェージェフユナイテッドってことでやっていきたいと思います。で、リアルの方でまたジュビロの方、センターバック、期限付きだけど、まあ元ジュビロユースの、伊藤選手が、半年間の期限付きってことでね、センターバックの補強したんで、まあ元ジュビロユースってこともあって、まあ土地柄としては、まあ生活にはそんな困ることはないと思うんだけど、まあ地元凱旋みたいな感じでね。で、元チームメイトの則道も大津もいるからね。あと杉本も、そうか。チームになれるのは早いんじゃないかなって、個人的には思うんだけど。で、センターバックも、まあ、もともと枚数いるけど、まあ、今野と大井がね、ちょっと、まあ、この夏、降るっていうのは、まあ、年齢的にきついのか、っていうとこもあるから、まあ、いい補強には間違いないと思うんだけど、まあただスタメン取れるかどうかっていうのはちょっとまだ未知数かな。まあ J1 とはいえ今年まだ1試合も出てないみたいだからね。去年はかなり19試合とか出てたのかな。まあそのままうまくフィットして完全ってこともないかな。さすがに金子もどうねフィットしてくるのかっていうのも楽しみだけど、伊藤選手もねだいぶ楽しみな選手の一人だね。外国籍の選手は多分ないかなって個人的には思ってるんだけど、よし、このメンバーでいこう。あ、川又サブにいるね。よし、これで。まあ、もともと熱い層が、またさらにね、熱くなった感じで、もう優勝するには、勝ち続けるしかないってとこで。次回、スペイン甲リーグ第府3戦組8節、月9だから行けなくもないな、この時次の間日は仕事だけ菅ど、対岩、また1日行けこばちらの休み一だ戦をおし、届けいたします。ワンチャンあるな。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増まあ、してたきていだまちょす。っと、まあ、コ放ロ送ナはのこ様ちら子現見在つ曇つっかているんですらな。が、後雨という予報になっています。でこのゲーきムのれ解ば説見はに。元日本代表ミッドフィルちょダー。っと待っスて待って。あ、ナイスキー。反応ですよね。ファインセーブですよね。これは。甲府のスタジアムこまだの行っピンチたこよとくないんだ防ぎよました。な。甲府としては前回ね、いきなりレッドカードで1この人ディ少アなボくリなっスをて、つなげたい。まあ1人少ないとはいえ、いい試松合本。してたからね、甲府としては。遠藤へ。本当に1人少なかったのみたいな、小川。そんな感じの。スルーパス。さあ、ルキアン。うわ、ダメか。キーだからパー甲府前へとして飛びは出します。相当気合入ってるんじゃないかな。さあ、つながるか。シュートもあります。え？ちょっと待って。うっす。ファールないか。大きく縦へ。三浦あ、ここ危でないも危最ない。前線へ蹴り出します。いきなりカーソル変わるのやめてくれ。さすがにあれは操作で田き口んかぞ、ら俺大も。きく縦へ。松本。いや、マジ。もう、森岡陸も怪我は、縦へ次のボ回ール。再開する時までには、今日のゲーム、両チームま完ずこ治の立ち上がりしはといて北も澤らっさん、て。どうご覧になりますか。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですからね。
口がここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。川沼いいじゃない。ルキアン、うわ、岩崎、ちょっと連休明けのサッカーが楽しみだな。どう修正してくるのか。さすがに守備はな、修正してくるよな。ナイス。ちょっと危ないんだけど。少しループに出てなったんじゃないでしょうかね、今の。そういえばオリンピックもな、サッカー始まるからな。まあオリンピックのメンバーは取れないだろうけど。うわ、ちょっと攻められっぱなしだぞ。ナイス森岡陸。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。ナイスナイス。コースがなかったんじゃないでしょうかね。裏へのスルーパス、ルキアン。このボールはカットされます。チャレンジはしません。後ろに流す。溝口、シュートまでいけないな。岩田、この前半まだ、この試合は絶対勝って終わりたい。ちょっと日曜日までゲームできそうにないから。長いボール縦へ、長いボールを送ります。え、オフサイ、マジオフサイドです。ここは後期で気持ちよく終わりたいな。前半29分が過ぎました。クラウドファンディングもう1万円やろうかな。やっとサンドサインが欲しくなってきた。ルキアン抜けてくる。今シーズンどうする。いやーマジ後期に通らないか。パス、溝淵、縦にボールを送ります。あ、福光へのボール。さあここでカウンター。裏へ出るか。福光へのボール。どうだ。キーパー、ナイスナイス。大きく縦へ。ルキアンならいける。スルーパスを狙う。あれ。届くかこのボール。一気に前線へ。キーパー近く。遠藤、先月はパスを出した回数がチーム内で一番多いというデータが出ています。いやー枠いかないか。いやー惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか。クラウドファンディング小川光輝のサインはもう1万円寄付して依頼したから、やっとさんの今年練習見に行けないからサイン多分もらえないんだよな。金子も、もらいに行きたいんだけど。うわマジ小川幸負けるか。強いな鈴木か。あのディフェンスフィジカル強えな。松本へのボール、あ取らない。ここ拾って次につなげたい。千葉、ナイスナイス。手切っちゃったかな。 OK、 あ、オッケーじゃない。うわー0対0。攻めてはいたんだけどな。シュート1本か。前半0対0。とりあえずこのまま両チーム得点につながりそうなシーンもいくつか見受けられましたが、結局スコアに動きはありませんでした。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、ルキアンはやっぱでかいな。絶対ルキアン J1 からオファーありそうなんだけどな。スペイン2部リーグ第32節、千葉対岩手。ルキアンジュビロ大好きそうだから、後半へと続きます。よっぽどなことがない限りはセカンドハーフ見ていきましょう。移籍しないと思うけど。前半では得点シーンが見られません。ジュビロとしても移籍されたら困るんだけど、小川光輝とかもありそうだし、大森もなんかあるようなないような。金子を取ったっていうところでなんかその辺の
思惑がなんかありそうな気がするんだけどな。シャドーストライカー1人1枚レンタルとか。1人で駆け上がる。これはアリ頭。ああ弱いか。柔らかいボールなんですけれどもね。あり得るとしたらコタロのレンタルかなとは思うんだけど、まあ今のところなさそうだよな。なんとか1点取っていこうっていうね形が出てますよね。コタロも期待してるから。岩田大量失点で先日の試合より敗れています。田口一気に前線にボールを送る。カヌマのプレーも見たいけど。チーム内でパスターゲットとしての回数が一番多いというデータが出ています。個人的にはコウスケの後釜だな。カヌマ、お、ナイスナイス。うわマジルキア。クリア。このピンチをなんとか出します。まだ天皇杯もあるし。あ、聞いたか。またケンゴ来たぞ。ケンゴがいけるか。あ、しくった。ちょっとミートが足りないというシュートでした。いい状態でシュート打ったんですけどもね。勝ちたいこの試合。コントロールがうまくいかなかったですよね。安定して打っていきました。ルキア。小川。裏を狙っていきます。中央へ。あ、ダメか。鈴木、しっかりと抑えました。すぐ変えるか。福光、前回の試合ではファーストハーフに同点弾。右からのジェフもメンツを合わせました。結構揃ってんじゃないの。千葉としてはなかなかいい形が作れませんよね。ルキアン、おっとっと、マジナイスナイス。取らすなよ。松本がこれはファールを取られました。山田と交代、サイド交代するか。やっぱジュビロはウィングバックが結構肝だな。ファビアンサイドやらしてみるか。あー、ミキ使いたかったけど、ちょっとここはサイド2人交代する。再び選手の交代です。岩田、2人の選手を入れ替えます。ゲームは終盤。ファビアンのサイドは迫力ありそうだな。決定的なものと言えるでしょう。組み立てながら攻め上がっていく。素晴らしい。ナイスキック。ファビアンナイスナイスです。寄せられていますが、北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、終盤の底で起点になってますからね。今日はよくパス回しに絡んでますし、この位置で自由にさせてしまうと、あれ展開されるのが非常に怖いですね。コーナー、もう攻撃力全上げ。やっと3メンバーズ。もうメンバーだけで言えばジュビロ J2 じゃないんだよな本当に。コキ、このクリアボール拾いたい。シュート、シュート。あーマジかー。カヌマ欲しい。パスカットカヌマだいぶしてるな。ノリチャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ナイスナイスナイス。落ち、山本スペースを狙う。小川コキ、シュート。いやー、確かに右へ逸れました。岩田、決定的なチャンスを収めることができませんでした。決定的だったなそこ。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま試合を終えますと、あれ岩田ようやく3連敗中の記録にピリオドを打つことになります。長いボール縦に入れます。
小川へのボール。さあルキアン、さあどこに出してくる。いやー、取れ取れ取れ。千葉、ここクリアで難を逃れます。船山、田口へパスでつないで攻め込んでいきます。千葉、マジ止める、止めるか、あそこ。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。ファビアン・ゴンザレスかな。さあ中は人数かけよう。ルキアン、いや敵に拾われた。あとワンプレーあるかな。取れ取れ。ファール、ファールがありました。ちょっとカウンターだな、カウンター。小川奪います。ルキア、ルキア、ボールの奪い合い、激しいものがあります。ダメ、ぶっちぎれない。この長いボール、あーなっちゃったか。ここで笛です。0対0。まあだいぶ修正はできたんじゃないか、失点っていう意味では。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ただ勝ち点としては1位とどんだけ離れたかな。相手のゴールキーパー MVP だし、あ、カヌマ評価7だね。やっぱ活躍してたもんな、三浦も7、両キーパー活躍か。勝ち点10か、ビファーレン長崎1で、ベルディが54、栃木 SC が52で3位で、京都が51、山形と水戸で、ジュビロが7位か。まあまだ、そんな優勝狙えないわけじゃないから、負けないでとりあえず一試合一試合やっていこう。ってことで、またね、良ければ見てください。